こんにちは。ご視聴ありがとうございます。J フードの海外フィルトマーケッターの劉光と申します。今回は上海における日本産種類のバー事情を上海から現地発で解説いたします。上海で 食のビジネスを展開したい、日本産種類を輸出したいなどのニーズをご検討されている企業の皆さんに基礎情報として知っておいていただければと幸いでございます。ぜひ最後までご視聴ください。なお同じテーマで2つのエピソードに分かれており、ぜひ合わせてご視聴いただければと思います。まずは中国におけるバー業態市場を俯瞰してみたいと思います。中国ではバーという言い方をするとどうしても西洋的なバーのイメージを持ってしまいますが、近年小酒馆、小酒館という言い方を使うことが多くなってきております。この業態の規模は2015年の3万5千点、売上規模が844万億元、約1700億元から2025年までにですね、約倍の6万点、売上規模が1840億元、日本円に合わせますと7800億円まで成長すると予測されております。成長率が高い主な原因としては、若い世代1人当たり収入の増加やライフスタイルの変化に伴い、夕食後の時間帯の行動パターンの変化になります。日本や先進国のバーと違い、中国のバーの主力の消費者は若者でございます。もう一つ、日本企業として注目すべきなのは、業種間業態が最も浸透しているのが地方にある三級都市でございます。今までほとんどの日系企業は一級都市は日系都市を中心にビジネス展開をしているのですが、実は我々として田舎というイメージを持っている三級都市の夕食後の消費市場のポテンシャルは非常に高いということはデータで示されております。特に上海、北京、広州、深圳といった一級都市ではすでに市場が飽和状態になっており、成長率は 1% 未満でございます。それに対して三級都市の成長率はしばらくの間まだ 10% 以上の成長を維持できているので、チャンスだと捉えている企業が多く存在します。一方で現在日本産種類が最も販売されているのは一級都市であります。中には私が6年ほど駐在しております上海においては、日本人在住者の数、和食店の数ともに中国のすべての都市において最も多いであります。今回は上海市にある4つのバー業態の店を取材し、インタビューを通して日本産種類の可能性を探ってみました。まず今回取材を行った4つの店の概要を紹介します。1軒目はタップザット、クラフトビールハウスとして30平米というコンパクトな店でありながら消費者から高い支持を獲得できております。2軒目は自慢酒家、日本酒の品揃えと、日本酒利き酒師が常駐し、それぞれの銘柄の特徴に合わせて適切なペアリングメニューを提案できる知る人ぞ知るの名店でございます。3軒目はワインをフックとしたアンテッドです。個室も備えたおしゃれな空間作りで、ビジネスシーンやハイアントの客層から高く評価されているお店でございます。最後に4軒目は酒友さん、中国でも有数な焼酎バーを取り上げる予定でございます。先に私の観察をまとめてご紹介したいと思いますが、4件の取材を得て、共通点として、以下の5つのポイントが挙げられると思います。まず1つ目、 SNS の活用。同じ趣味や関心を持つ顧客は SNS でも似たようなキーワードや公式アカウントで情報を入手したりシェアしたりしている。
そして新しいファンを増やすにしても SNS は欠かせないチャンネルとなっております。2つ目は、中国では様々な SNS プラットフォームがありますが、種類を通してライフスタイルの共感共鳴を実現に最もフィットしているのは小紅書、コベニ、レッドという SNS プラットフォームでございます。そして3つ目、小習慣でのアルコール消費は男女問わず若者が主力です。新しい仲間を引き込むのも若い者がメインターゲット他にならないです。4つ目、日本酒や焼酎を楽しめるのにハードルを下げる必要があるではないかと感じております。限られた飲み方にとらわれないで、たくさんの楽しみ方こそ真の普及に必要ではないかというふうに考えております。そして5つ目、日本産ワインのクオリティは認められているのですが、商品の選択肢が少ない、販売するサプライヤーが圧倒的に不足しており、ニーズへの対応ができてない。さて、まず1件目のタップザットの取材内容をご紹介したいと思います。タップザットの特徴としては、クラフトビールの品揃えが豊富、店内では常に30種類以上の SKU を用意されており、さまざまな好みを持つ顧客に対応できるようになっています。あられ率に関しては業界一般平均では 60% ですが、タップザットのあられ率は 40% 前後に設定することで、顧客にとって身近な存在というイメージを維持できて、思いついたら簡単に通える常連店とのポジションを獲得できています。クラフトビールのテイクアウトもよくあるようです。主な顧客は25歳から35歳までの若い層で、リピッター率も非常に高い。このリピッター作りの成功要因としては、特に注目すべきなのは SNS の活用です。中国語版 LINE と言われる WeChat で、顧客とのチャットグループを作って、新品発売情報や商品知識、そして特典サービスの配信をこまめに行われている。スライドにある2枚の写真の左側の方ですけれども、設立2周年の際に常連客が多く来店し賑わう様子でございます。右側の写真はレッドの公式アカウントで配信しているクラフトビールの醸造プロセスを紹介する手作りイラストでございます。で、最後、中国のクラフトビールファンにとってですね、日本のクラフトビールに関する、関心も非常に高いということですけれども、タップザットさんもかつては日本産、クラフトビールの銘柄を販売したことがあります。そして、愛飲者たちからも非常にこのジャパンクオリティに関する評価も高かったようですけれども、課題はですね、日本産クラフトビールの仕入れ金額が高く、あられ率を低く設定しても顧客にとって優しい値段で提供することが難しい。よりリーズナブルな商品を求めたいんですが、どこから仕入れできる、どのような情報があるというのが、情報に関して圧倒的に不足しており、判断が難しいと言います。そして2件目の自慢酒家、写真でカウンターの中に写っている方は聞き酒師資格を持つクマさんです。彼はもともと広東省の出身で、日本酒にハマって以来、和食店や日本酒文化が最も浸透している上海で日本酒と触れ合う機会を増やそうと一心で、広州から一人で上海に来ました。普段は店経営をしながら、上海で開催するさまざまな日本酒のイベントにも積極的に参加して、日本酒に関する知識や情報を飽きなく取るようにしているようです。たくさんの銘柄を顧客に楽しんでもらうため、他の店でほとんど実施していない日本酒のグラス売りもいち早く取り入れました。一つのお店で常に200種類以上の商品を用意され、
500から600本前後の在庫を抱えている店は非常に珍しいでございます。日本酒における思いも伺えるではないかと思います。正真正銘の日本酒バーでどのような顧客が来ているんですかと考えますと、顧客のプロフィールですけれども、タップザットと同じように25歳から30歳前半が最も多く6割を示しています。日本酒の洗練さが女性客にとって非常にふさわしいということで、女性客の割合は男性よりも多いのが自慢酒家の特徴でございます。興味深いのは、こちらの女性客は日本酒の知識や楽しみ方に関して非常に熱心でございます。マーケティングに関してはオフラインの口コミを重視します。インターネット企業で広告費を使うより商品の粗利率をカウントロールすることによって、より身近な価格でよりたくさんの銘柄を提供できるような工夫をされています。クマさんは長年の日本酒接客経験から一つよくおっしゃっているのが、日本酒初心者たちが持っている偏った情報です。例えば、米で作ったものは高級ではない、地酒はべらぼうに高いなど。一旦顧客がこのような先入観を持つと、その考えを改めてもらうのに非常に時間がかかってしまいます。これで前編のコンテンツが終了です。後編では取材を残した2つの店舗の情報及び日本産酒類を取り扱うお店の基本戦略に関して話をさせていただきます。